スーパーマーケットで販売されているガマゴーリミカンガマゴーリミカンは愛知県ガマゴーリ市などで生産される運州ミカンガマゴーリ市農業共同組合の組合委員によって生産される温室栽培のガマゴーリ温室ミカンと路地栽培のガマゴーリミカンがありこれらを組み合わせることで通年でミカンを出荷できる体制をとっている愛知県ガマゴリ市は 三河湾と山に囲まれており、みかんの栽培に適した温暖な気候であるため、釜マみかんは、釜マ市の代表的産業となっている。特に温室みかんは、夏の高級果実として量販店や果物専門店の人気商品となっている。販売エリアは、名古屋県が中心だが、関東方面や東北、北陸方面にも出荷される。かつて、 釜マゴ市農業共同組合の温室みかんの生産量は農協単位では全国第一位だった。しかし、重油や資材費の値上がりによる生産量の減少や市町村合併による影響などにより、唐津農業共同組合に次いで全国第二位となっている。2007年時点で釜マゴ市農業共同組合には約600人の組合員がおり、 路地みかん、温室みかん合わせて、約400ヘクタールでみかんを栽培している。2007年度には、路地みかん約9200トン、温室みかん約3500トンを出荷した。ガマゴリみかんの選果場この地域でのみかんの歴史は、古く、遠方7年には、三河国宝半軍、五井村でみかんが栽培されていたという記録が残されている。 鎌氷における近代的なみかん栽培の始まりは、はずぐんはず町から入ってきた、とうみかんであると言われている。19世紀後半から、う州みかんが栽培され始め、西氷みかん、神の豪みかんとして消費者に好評であった。昭和時代になると、水田はみかん農園に転換し、山陸にもみかん農園が開墾により増加した。 1957年には共同選別、共同販売体制を整えて、高品質みかんの出荷に取り組み、名古屋市場での占有率を高めた。しかし、1970年代には過剰生産による価格暴落が起きたため、対応策として、温室栽培のハウスみかんである、ガマゴーリ温室みかんが導入された。全国的に、温室みかん栽培が拡大したため、 品質向上と経営の効率化を図り、1992年に日本一の規模の温室みかん栽培のためのハウスみかん団地が完成した。1998年には同団地内に JA ガマ市の総合収出荷場が完成し、ハイテク機器による選別、出荷が実施されている。2007年2月、ガマみかんワイン推進協議会が 路地みかんを原材料にしたみかんワインを数量限定で発表。翌年にも市内限定、数量限定で販売された。また市内のホテルなどの食前酒として宿泊客に提供し、蒲リみかんの知名度アップにつなげた。2008年6月、蒲リ市、JA 蒲リ市、 サークル計算クス共同開発のガマゴーリみかんを使ったパンが3週間の期間限定で販売された。2008年6月には愛知県内の農産物で初めてガマゴーリみかんが地域団体商標に登録された。みかんでは三日日みかんや有田みかんなどに次いで8番目の登録となった。ガマゴーリ温室みかんを生産する温室路地栽培のガマゴーリみかん。 ガマゴリ温室みかんは品種を宮川和瀬に統一しており、高い糖度と程よい酸味を兼ね備えている。1973年より9県の農家が温室での栽培を開始した。温室栽培は最初の農家の導入からわずか5年で地域全体に普及した。1990年からは、 地中冷却栽培法を導入し、4月上旬から10月上旬まで温室みかんを供給できる体制を整えている。全国的に温室みかん栽培が拡大したため、産地環境層を勝ち抜くために、品質向上や経営の工夫に取り組んでいる。1992年には、鉄筋屋根型ビニールハウスの日本一の温室みかん団地が完成した。 同団地内には光センサー、カメラ、コンピューターなどのハイテク機を備えた総合収出荷場が稼働しており、高品質の温室みかんが出荷されている。市場評価は日本国内では最も高く、東京都中央卸売市場では全国平均を 1kg あたり100円以上上回っている。河学保圧史による1995年の調査によれば、 温室みかん栽培農家は、温室栽培を導入しない農家に比べ40歳、代以下の若い農家の比率が高く、若手農家は、農業以外の職業を経験した後、親の高齢化に伴う引退により、農家を継いだ人が多いという。また彼らは、専業農家である場合が多く、他の柑橘類や、キウイフルーツと組み合わせて、温室みかん栽培を行っている。 生産歴9月から1月にかけて、ビニールハウスを設営して加温し、加温から35日から45日で開花するように調整する。水は地中に敷いたパイプで供給し、目的の大きさ、収穫時期を制御する。樹木には枝釣りを行い、果実の重みで枝が折れないようにすることとそれぞれの果実に日光が当たるようにする。 そして4月から10月に収穫する。路地栽培のガマゴーリミカンは全国的に価格の低迷が続く。路地栽培に対応するため新品種や新しい栽培方法が導入されている。路地栽培のワセミカンのうち糖度12度以上のミカンが箱入り娘として出荷される。園地を限定した園地の木の下に白いシートを敷き詰めて水分供給を調整し、 糖度を高める春、マルチ栽培を行う。出荷期間は11月下旬から12月中旬頃までであり、5キログラム1箱で販売されている。2006年には、蒲郡市内の小学校の学校給食に導入された。姉妹品に中盤間の新品種、春みがある。箱入り娘、ありがとうございます。